グルコースリン酸イソメラーゼとは、グルコースをフルクトースに変換する酵素である。ホスホグルコースイソメラーゼ、グルコースイソメラーゼとも呼ばれる。解糖系において、グルコースリン酸イソメラーゼは、グルコースマイナス6リン酸を、フルクトースマイナス6リン酸に変換する。そしてこの反応は、化逆反応である。解糖系の一つ目のステップでは、グルコースのリン酸化が起こる。 デルタ G イコール1.7キロジュールマイモル2つ目のステップではグルコースマイナス酸イソメラーゼによりグルコースマイナス酸がフルクトースマイナス酸に変換されるこの反応も MG2 を必要とするこの反応は自由エネルギー変化が小さいためどちらの方向にも進みうるがフルクトースマイナス酸は次のステップでどんどん 不可逆的に消費されているので逆反応は起こりづらい。グルコース6リン酸のアルファアノマー、つまりアルファディングルコピラノースマイナスリン酸に、グルコースマイナスリン酸イソメラーゼは、優先的に結合して、缶を開けた後、アルドースからケトースへと転換する。グルコースリン酸イソメラーゼが、メッセンジャー分子として働くという証拠がある。白血球により酸性分泌され、 いくつかの細胞のタイプへの分化を調節する作用がある。異性化糖とは、デンプンを酵素または酸により加水分解して得られた、主として、ブドウ糖からなる糖液を酵素またはアルカリにより、異性化した加糖または、ブドウ糖を主成分とする糖を言う。デンプンは、ブドウ糖から構成されているが、ブドウ糖をより甘みの強い加糖に異性化させる、ことによって、甘みをより強めることができる。 トウモロコシやジャガイモ、あるいはサツマイモなどのデンプンを酵素にて糖化させた後、含まれるブドウ糖の一部を別の酵素にて、加糖に異性化させたものである。この異性化に際して、グルコースイソメラーゼが利用される。ありがとうございます。